来てるのは背番号は加藤純也選手の回りました。盛岡選手の交代をお知らせします。背番号4向井祐介に代わりまして、背番号37深川大輔が入ります。
ご覧の通り2022明治安田生命 J3 リーグ第41節フェリックスグループスペシャルマッチザスパクサツ群馬対いわてグルージャ盛岡戦は5対1でザスパクサツ群馬が勝利いたしました。なおこの結果により勝ち点3を得たザスパクサツ群馬 J2 残留が決定いたしました。ご来場のお客様にご案内を申し上げます。この後準備が整い次第最終戦セレモニーが行われます。今しばらくお待ちください。この後準備が整い次第最終戦セレモニーを行います。お席にてしばらくお待ちください。